時刻は18時30分になりました。この番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日も高敷香織が MC を務めさせていただきます。はい、またこの番組はですね、宜野湾のヒルズ通り、海の見える素敵なスタジオからお送りしております。はい、あかりさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は収録放送ですが、はい、はい、今はまだ沖縄にいらっしゃるんでしたっけ？そうなんですよね。はい、ちょっと急遽来週ね、毎週水曜日にお願い収録してるんですけど、ね、ちょっと来週は私が横浜に予定がありまして。はい、なんか前回ちらっとおっしゃってましたが、すごはい。い面白い回ですよね。はい、全国から人が集まってきて。私、そこの会に2年半ぐらい関わってるんですけど、いまだにリアルで会えてない人が何名かいるんですよ。いやー、2年関わって会えてない人がいるって、すごい、私は想像できないけど、どうですか？会う気持ちというか。楽しみ、ワクワク、なんかもう来週だねみたいな感じで。ちなみに、どのくらいの頻度で連絡を取り合ったりというか、関わりを持ったりするんですか？はい。あ、そこはなんかコミュニティで、なんかそれぞれ15個ぐらいの会があるんですよ。チームがあって。そこのなんか、定期的に皆さん参加したりとかいろいろ。展示会？オンラインのマルシェみたいな感じの。ああ、なるほはど。い。展示会があって、そこに出展してる人たちのチームなんですね。じゃあ1個のコミュニティに15ぐらいのチームがあって、そこの人たちが一堂に集まるっていうことですかね。そうですね。まあ、全員はさすがにちょっとね、できないんですけど、今回関東なので、はい、横浜なので、結構人が集まるんですよ。なるほど。ちなみにこの会の詳細っていうか、どういったコミュニティなのかも少し聞けたらと思ったんですけど。りがとうございます。はい、今ちょうどね、今日はたまたま収録放送で、しかも Zoom を使ってね、あかりさんは宜野湾のスタジオで、私は自宅の方で今入ってて、Zoom なんですけど、はい、Zoom を使ったオンラインの出展をしていて、で、ほうほう。はい、出展してる人たちが、このズームってブレイクアウトルームってお部屋を作ることができる。わかります？おはよう。お部屋。おブ部レイ屋、クアウああ、トそうルーなムっんでて、すね。細かく分かれることができるんですよ。このズームの機能についていて。で、そこにそれぞれの皆さんが、ブースというのを構える。結局、なんかよくコンベンションとかで展示会やってるときって、それぞれなんか、皆さん出店者、お店の出店してる人たちとかが、それとも企業さんが、なんかテーブルとか囲いで、こういう商品がありますよみたいな、ね、いろいろやってるじゃないですか。あれが、オンライン上のズームに、はい、ズームのそれぞれのブレイクアウトルームというお部屋の中に、それぞれ出店者が待機していて、白い。ちなみにどんな商品を出店してるんですか？テーマがあるんですよ。私が関わっているところは、沖縄北海道エキスポって言って、あ、エ沖キス縄、ポ。そう、エキスポっていう、名前で、はい。で、沖縄の、まあ、観光だったりとか、それぞれダイビングの人がいたり、はい。で、沖縄のオーガニック野菜とか果物扱ってる人がいたり、沖縄で出張バーベキューって言って、バーベキューをやってる人がいたりとか、なんかいろんな出店者がいるんですよ。で、北海道は、居酒屋さんだったりとか、通販の居酒屋さんとか、ジビエのお肉を扱ってる人とか出店してて、そで、うなんですね。はい、参加者は無料でそこに登録したら入ってこれて、で、それぞれ自分が好きなところに入っていって、まあ、商品の説明を聞いたりとか、購入したりとかできる。で、他にテーマがいっぱいあって、で、健康のテーマで健康に関わる商品とか、セミナーをやってる人たちのチームがあったり、開運って言って占いとか、面白い。のエキスポがあったり、あとは住まいの未来って言って、このなんか住宅だったり、まあ、匂いだったりとか、とか、そういうのを出展してる人たちがいたりとか、本当にそれぞれいろんな
子どもの未来って言って、子どものことを考えた商品とか、またセミナーとかをやってる人たちが集まってたり、本当にいろいろあります。じゃあ、すごい大型ショッピングセンターがオンライン上にあるみたいなイメージでもあるんですね。ちなみに、これは、この香織さんも何か出品されているということですか？前はやってたんですけど、前は結局時間のこのセミナーだったりとかを、こういう感じでやってますって説明して、そこにセミナーに来てくれる人たちを、なんだろう、自分の方からアピールして、ああ、なるほ誘ど。導してる感じ。で、へえへやってたんですよ。え。で、今はこの沖縄エキスポの運営する方。ああ、運営さんに回って。私は今運営の方に回ってるので、そんな役割です。すごい。それが、こう、一度にリアルで対面する機会が来週あるという来ことで。週。すごい。会場も大きいところを抑えないと入らないんじゃないですか。結構大きいですよ。で、リアルで出店する人たちも40ブースぐらいあるので、おー、すごい。沖縄からも一緒に行く人がいて、出す人がいて、シークワーサー屋さんが一緒に出すんですけど。ああ、いいですね。沖縄っぽくて。なんかね、もう、お祭りみたいな感じ。そっか。ちなみに、横浜近辺に住まわれているリスナーの方が気軽に行くこともできたりするんですか？できますよ。ちょっとね、当日入場料出るんですけど、ぜひぜひ、いろんな人と交流、結局、人とつながる目的で皆さん来るんですよ。ああ、なるほど。ぜひね、新高島駅の近くに、会場があるんですけど、もしよ、これって後からあかりさんにこの会場案内とかしてください。あ、そっか、この放送自体があれかな。この放送自体はもう来週だから終わってますよね。あ、でもちょっと YouTube に早めにアップしましょうか。あ、できますか？大丈夫ですよ。嬉しいです。新高島駅の近くに、あるんですよ。そこなにるなっほてど。ます。それじゃあ、この放送を聞いている方は、ちょっともう、終わってるので終わっすちゃが、ってるんですよね。YouTube をご覧の方は、URL を私が詳細に貼っつけますので、そこから会場の案内とか確認してみてください。ありがとうございます。ぜひぜひ。ありがとうございます。嬉しい。こんな感じでいろんな活動してます。皆さんよろしくお願いしまよろしす。くお願いします。今日ですね、ちょっとあかりさんと、またこの後、一つのお題があってね、テーマがありまして、これをお話ししていこうかなって思っているんですけど、今日の、お題はですね、夜のリラックスタイムの過ごし方です。ああ、大事ですよね。なんかこう、やっぱり夜の過ごし方って、この今後、冬になると昼より夜の方がまあもちろん長くなってくると思うので、より過ごし方って重要視されますよね。もうやっぱお風呂、本当に眠る前とかね、その時間なのでオフになってるじゃない。夜のお仕事の人もいるかもしれないんですけど、やっぱりなんかそのリラックスする過ごし方って皆さんそれぞれ違うだろうなと思って。確かに翌日の活力になりますよね、この夜のリラックスタイムのおかげで。ちなみに私は夜のリラックスした過ごし方っていうと、そうですね、でもなんだかんだ YouTube 見てる時が一番、なんかお酒飲みながら YouTube 見て、ちょっとだらーっとしてる時間が私はなんか夜の一番リラックスできる過ごし方かもしれないです。あ、なるほど。YouTube、どんな YouTube 見るんです？そうですね。YouTube は、でも普通に好きなモデルさんのお部屋紹介とか、こう、リラックスした様子を配信してる YouTube を見て、こう、なんかこう共鳴するんですかね。この YouTube 上でも、このリラックスしている人を見て私もリラックスした状態でっていう、なんかこうので、こう結構心が落ち着いたりします。なるほど。そっか。このリラックスしてる人を見るっていう感覚は私なかったかもしれない。ああ、そうですか。でも、確かに。
なんかこう、例えば YouTube で好きなモデルさんがお化粧しながら最近こういうことがあったみたいな話をゆるく話してるのがすごい好きで、なのでこのやっぱプライベートな時間を見るっていうことと、なんかこう一緒にはいないけど、この同じようなこうリラックスした時間を過ごしてるのを共有できてるような感覚になるから多分好きなのかなと一応思いますね。なるほどね。あ、いいかも。ちょっとさ、探してみよああ、ぜひぜひ、なんかモデルさう。ん結構メイクしながら喋ってる動画多い気がします。かおりさんはどんな過ごし方をされますか？私はですね、ヘッドスパ用のこの、ちょうど手に持って、マッサージする機械があって、あれで、マッサージをするというのが、最近、ドハマりしてます。あ、いいですね。体にもいいし、疲労回復に努めてますね。最近、やっぱり、私、結構オンラインが多いので、パソコンに向かって話してる時間がすごく多いんですよ。やっぱりだから、そんなに、疲れてる気持ちは前はなかったんですけど、この、やっぱりね、この頭の部分のが固まってるなっていうのがあって、それをグリ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 と、EMS？ この、ピリピリピリって、電気が出てくるやつ。あ、すごい、そんなのあるんだ。あって、へえ。それを、もうごめんね、家だから実際あるんですけど、見えるかな？今ちょっと映像で見せていただいてるんですけねど、えねえ、これ。すごいなんか四つ足みたいな、こそうの、そちょっと振動がいくような仕組みになっう。そうてなんるでのかす。な。これが、へえ。回る。わあ。 これは充電式なんですか？充電式ですよ。へえ、すごい。ちっちゃいし、手でこうやって、ビーって頭をマッサージするね。めちゃくちゃいい感じ。1日5分ぐらいやるだけでもだいぶ変わりますよ。そうなんですね。やっぱりなんか凝り固まってる時はこの気づかないけど、ほぐれた瞬間に分かりますよね。これでもいいんだけど、あかりさん、ここを自分で軽くこめかみをぐるぐる、あ、そうか、今できないね。ま、あ、そうヘッでドホンすしてるね。からヘッね。ドごホめんンね。で。いえいえ。ここのめかね、みを こめか手みのを結構こうなってひらやでるぐると、ぐる。意外と痛くない。あ、痛いです。こめかみ私めっちゃ苦手なんですよね。痛いから。強くじゃなくて、優しく、こあ、の優しく？あ、耳の上でいいので、この耳の上を本当に優しく、ほぐすと、結構これでもだいぶ、凝りが取れますよ。ああ、なるほど。なんか私こういうの強くやりすぎちゃうんですよね。優しくがいいんでしたっ優け？しく本当に、ここほぐす。で、本当は頭ってつかめないといけないんだって。あ、へえ、頭のつか皮め膚。ないでしょ、全然。つかめない人は頭が硬い。そうなんだ。ちょっといいこと聞きました。そんな基準が。そう。で、この髪がうねるのは、頭が硬いからなんだって。そうなんだ。そん頭なの皮関膚連が。性が。そう。ちなみに香里さんは、あのマッサージ器具を使うようになって何か変わりました？髪がまとまりやすくなった。あ、そうなんだ。多分、マッサージして、血行がいいってことかな、結局。血行が良くなったんじゃないかな。なるノーミソが疲れたまま、そのまま寝ちゃうと、実は、私、変な夢見るんですどんな夢ですか？よ。何か気にに追わなれてる。るみたいな。ああ、わかるかも、でも。ね、私も遅刻する夢よく見ます。もう、ってね、うなってるような感じで、はっと来たら、もうすごくもう全力疾走したぐらいで、もう息苦しい夢を見て、あ、これ疲れてる脳みそがと思って。確かに、休んだ気にならないですよならね。んで。ならない。あ、でもなんかちょっとだけ脱線なんですけど、私もなんかこう夢に影響、あ、疲れが夢に出やすい人だと思うんですけど、リラックスしてる時も多分影響があって、っていうのもなんかちょっと前にいい夢ばっかり見る時があって、でその極めつけにこの私一回笑いながら起きたことがあって。すごい。でなんかその時はすごいこの、
まあ、公私ともにすごい順調だったっていうのもあって、うまあ、ん。夢でもこんないいことがあるんだってすごい絶好調だったんですけどすね。ごいね。ね、笑いうん。ながら起きるってなんかハッピーすぎるなと思って、ハッピーすぎる。こういう状態が続くように頑張ろうと思いました。すごくいい状態に眠れてるんだね。ね、本当に私、直前、眠る前に起きた直前のことだったりとか、その日あったすごく刺激がすごかったものとか、したこれが起こるなって、なんかこう、すごく、印象に残るものが夢に出るんですへえ、そよ。うん。なんか、いいとか悪いとかじゃなくてね、っか。なんか、そのまま意識がそのまま反映されるというか、ね、だから、脳をマッサージしようって言ったのは、やっぱり疲れが、睡眠の疲れも違うかも。しかもこのその日の衝撃的な出来事ってやっぱ体力使うことだと思うから、夢の中で見るとまた疲れそうですね。本当に。なんかそこ、なんかね、多分、夜のリラックスタイムのこのやることって、なんか一日のこの起きたことを、なんか流すじゃない、なんていうの、オフモードにして、消化するみたいな。そうですね、なんかお風呂入ってるみたいですね。その日の汚れではないけど、こう疲れを落とすみたいなイメージですよね。そんなイメージ。なん中か、には疲れて眠る、あえて疲れさせて眠るっていう人もいるけどね。ああ、でも満腹になって寝るってそういうことだと思いました。なんか食べるって体力使うから、いっぱい食べた後は疲れて眠っちゃうじゃないですか。まあ、ちょっと太りやすくなっちゃいますけど、これしたら。もうお腹いっぱいの時にすぐ眠ったら苦しくて眠れなくない？ああ、いや、私は眠れます。そうなんだ。私、もうあれかな？お年だからかな？胃がそもたれてんな。ああ、そっか。で苦も、しなんくて眠かれ最近カップラーメンが、カップ焼きそばがきつくなってきました、食べるの。胃もたれするというか気分悪くなる感じ。この味付けの濃さってこと？濃ゆさとか、なんかこう、なんか疲れて動けなくなっちゃうようになって、まあ、なんか前まではバクバク食べてガンガン動いてたのになぁと思ってびっくりしましたね。なんか、ちょっと私も話がそれるんだけど、この胃腸が疲れてる時とか、この胃もたれが激しくなったり、やっぱ体の疲れで胃腸が良くなるんだけど、それがさらにずっとほったらかしにすると、なんか腰痛、腰が痛くなるんですへえ、そうなんですね。そんよ。なところに。で、ぎっくり腰も、この胃腸の冷えとかも、もともと原因だったりとか、胃腸の疲れから疲れが溜まって腰にくる。そっか、やっぱ冷えは万病のもとって、なんか的を得た言葉なんですね。だから私、本当に疲れてるとき、胃腸が疲れてるときは、そうだ、夜のリラックスタイムっていうか、この夜寝る前に、この湯たんぽ、レンジでチンして温める湯たんぽがあって、それをお腹の上に乗っけてから温めて眠ります。ああ、なるほど。気持ちよさそうですね。だいぶ楽だ、そう、今思い出しました。確かにそうかも。いや、なんかこう、私はさっきこの夜のリラックスした過ごし方について聞かれた時に、やっぱ YouTube とか娯楽系を上げたと思うんですけど、かおりさんはなんかこう、体のヘルスケアみたいな部分にも重きを置いてるんですね。そうですね。なんだろう。確かに、体をメンテナンスするみたいな感じのが強いかもしれない。なるほど。やっぱ夜にやるからリラックスしてできるとかあるのかな。ありますよ。なんか、夜って無になるっていうか、なんか、そう、暗いからなのかな。無になりやすい感じ。ありそうですね、そういう関係も。そうなんなんです。か今後かおりさんが試してみたいリラックス方法とかあるんですか？この目の周りをマッサージするやつ。マッサージばっかりだね。いや、でもそれで疲れが取れるんだったらやりたいですよね。すごいのがあって、
なんかヘルメットみたいなうん。のをかぶって、目も頭も一緒にマッサージする機会があるんですあ、なんかすごい、よ。なんかパーマ屋さんでしか見たことなさそうな携帯ですね。あれ欲しいと思って。すごい、そんないかついものが自宅用で あるんだ。なんかね、頭をなんか、なんだろう、ちょっと軽く刺激するとかマッサージしたりとかすると、なんか違うところがなんか元気になる気がするんです。ああ、なるほど、なるほど。そう。なんか頭だけの影響じゃないってことですよね。かもしれない。まあね、よく手とか足の裏とかも刺激すると、あっちこっち健康になるとか言うじゃ言いますね。ん。頭もそれがあるんだ。首とか直結してそうですもんね、このいろんな病気のやつが。あと私もなんか考えてみたんですけど、リンパマッサージとか夜しっかりやってみたいなって思いました。そうね。ね、ねえねえ、あれやった友達が結構なんかすっきりしてて、顔周りが。で、なんか毎晩こうちょっと20分ぐらいジョギングして、リンパマッサージして、お風呂入ってるだったかなっていう習慣を続けてたら、なんかこう健康的にスラッとし始めたから、そうだし、心的にもなんかこうすごいリラックスというか、このね、なんかいい感じになってるよっていうから、私もそういうリラックス方法をやってみようかなって。そうだね。このなんかリンパをなんか撫でるだけでもいいとかねえ、言うしね。いますよね。あ、で、なんだかんだお時間残り3分少々となりました。はい、ありがとうございます。はい、結局夜のリラックス方法がなんかね、なんだろう、私は体のメンテナンスだったりとか、あかりさんは YouTube、なんかやっぱり自分が好きなものを取り入れやすい時間なのかなってちょっと思った。なるほど、確かに。ちなみに、こう、かおりさんは夜リラックスタイムを過ごすことで、昼にどんな影響があると思いますか？ちょっと最後に聞いてみたいかも。翌日のこの動きが焦らないああ、くな焦らる。ない。大事だ。焦らなくなる。ねえ、余なん裕か、を持てるっていうかな。確かに、こう、しっかり眠ることにつながりそうですもんね。そうだね。確かに、翌日焦らず動けるって、なんか、翌日の準備の段階にも入りますよね、きっと。そうね。もう、やっぱり、1日24時が夜でぶつ切りじゃなくって、夜リラックスして、睡眠とって朝起きてると、そのままなんかスムーズになんか物事が進みそうな。私、お酒好きだからお酒もいいんですけど、ね、やっぱりお酒だと翌日の朝が辛いとか。ああ、わかる。寝つきも悪いですよね、また。まあね、なんか最近は、やっぱり翌日これ大事だなと思うのは、もう前の日はもう飲まないようにって決めてるし、なんか曜日で決めてるかも。なるほど。いや、曜日でまた変わるっていうのもいいですね、メリハリがあって。そんな感じの過ごし方をしてます。はい。ね、ぜひね、皆さんもこういう過ごし方してるよっていうことがあったら、ぜひね、コメント欲しいなと思います。で、メールアドレス、皆さんにお伝えします。797@fmginowan.com です。はい。ホームページからもですね、この放送をご覧になることができますので、ぜひ皆さん見ていただいて、コメントをいただきたいなと思います。では放送を聞きの皆さんは、かおりさんが番組前半におっしゃっていたこの回は終わってるんですが、YouTube をご覧の方は、URL を貼っておきますので、会場へのアクセス方法などご確認ください。ありがとうございます。本日もありがとうございました。はい、本日もありがとうございました。